母大書、観音寺跡は、広島県広島市朝北区三入りにある、秋熊谷市の母大寺であった観音寺の跡地である。熊谷市の遺跡として、広島県指定史跡。上級三年の上級の乱の後、秋国蔵入り賞に入部した熊谷市であったが、時代が下り、第五代の当主、熊谷直明が、その母大寺として、大永八年にそう、空、広史を招き、 消防山観音寺として創立した。当時の観音寺は非常に大きな寺院で、栄正14年12月には、室町幕府の直子上野信孝が宿泊。また、天文10年から始まるガス山と打ジの戦いの際には、宿泊所として、巣を長渡国の戦国大名大内氏当主、大内義高が長期にわたって登竜したとされる。その後、 熊谷氏が、毛利氏の家臣として、勢力を拡大すると、観音寺も大いに栄えたが、天正19年頃に、広島城が完成すると、熊谷氏も広島城下に移住し、慶長5年の関ヶ原の戦いで、毛利氏が、西軍に味方して敗れると、熊谷氏も、毛利氏に従って、長戸国萩へと移り住んだ。そのため観音寺も徐々に錆びれていき、廃寺となった。 しかし、江戸時代も長州藩市熊谷市の当主は家臣を墓参りさせるなどしており、寺は廃れても墓の管理を継続的に行っていた。三入高松城の麓と根の谷川の西岸にある観音寺山の登録に気づかれ、全面に巨石でこしらえた石垣で固めている。当時は寺院の裏山の観音寺山に観音寺山城が存在し、 観音寺の爪の城として機能していた。またね谷川対岸には土屋敷が存在し、熊谷市の山、入り支配の拠点となっていた。現在は、熊谷市の縄文であるホヤを刻んだ、古い趣味団を安置した観音堂、全長100メートルに及ぶ全面の巨大な石垣が王子を忍ばせるのみである。本尊は、如意林、観音座像で、 室町時代初期の作品とされる。また、観音寺の脇寺十二坊として、芸説院、聖ひずめ院、蓮蓮院、龍窓院、地蔵院、南馬院、新千院、正義院、民覚寺、谷の坊勝園寺、恵方院が存在した。境内南側には、熊谷市の墓所があり、五十基余りの古い五輪塔宝鏡院塔がある。その他、 英称14年の有田中井での戦いで、当主の熊谷玄直はうちじに、その玄直の遺体を家臣が持ち帰らなかったことに憤慨した。玄直の妻は女一人で有田まで出かけ、夫の玄直の遺体を探した。遺体は見つけたものの、女手で,で持ち帰るにはあまりにも重く、泣く泣く玄直の右腕を切断して持ち帰った。その腕を洗ったとされる井戸が現存している。 秋熊谷市の歴代当主のものとされる五輪当石が残っており、市電では夏季当主が葬られたとされる。1935年に熊谷市の末裔により発掘、整備され、後に県の史跡として指定された。当初の史跡指定は1951年4月6日だが、1970年1月30日の追加指定と名称変更により、高松城、 土い屋敷、伊勢が、つぼ城と合わせて、熊谷市の遺跡として一括された。ありがとうございます。